川行きの城11月29日隊は、日本の俳優、歌舞伎役者。本名は、近藤源。劇団審派所属。現在の野号は白うさぎ屋。縄文は、雪輪に三つと。旧芸名は二代目、市川俊園。歌舞伎時代の野号は、沢社屋。縄文は、おもだかきり。東京都中野区出身。所属事務所は株式会社 DPN。 1988年、国立劇場第9期歌舞伎俳優研修を終了後、初舞台を踏む。同年7月、子供の頃からの憧れだった三代目、市川猿之助に入門し、二代目、市川俊猿を襲名する。1994年、猿之助の部屋ごとなる。猿之助が主催する21世紀歌舞伎組に所属、時代を担う、小山の一人である。 1996年歌舞伎座賞受賞。2000年4.5月、新橋演舞場のスーパー歌舞伎、新、三国志の彩り霞役で、名題昇進。2007年松尾芸能賞新人賞を受賞。2017年1月に劇団新パに入団し、芸名を川行きの城に改名。芸名の由来は、聖の川井は、 神派パで活躍したお山の河合竹雄から名の雪の城は歌舞伎の師匠である二代目市川縁王が命名。矢号は白うさぎや同時に三人の門人も神派パに遺跡。縁王一門家の弟,弟弟子である市川笑来さんが河合聖三郎、市川猿若が河合穂積、市川ざる玉が河合育己とそれぞれ改名した。他多数。 一川周辺に関するカテゴリー、ありがとうございます。